りです。ということで本日は今年も行くぞ高敷島にビーチクリーンアップ、はい、ということでただいま羽田空港におります。今年も一人一緒に行ってくれる女子ズがいるんですけれども、ちょっとまた後でそこは紹介したいと思います。ちょっと合流する前に早めにつけたので、海でも使えるあの携帯を入れる防水ケースみたいなやつも欲しければ、確か羽田ってミニプラがあった気がするのよ。あのプラザみたいなあのコスメとか売ってるようなところがあった気がするんだけど、ちょっとそこも寄って買いたいものがあったりみたいな。空港楽しいからちょっと散策したいと思います。そのうちあの連れとも合流合流しました見つけたと思っておはよう、おはよう、かのこです。ちょっと YouTube 撮るのでお付き合いお願いします。本日の旅のお供は小島かのこです。お願いします。新作の花でご一緒しまして念願の沖縄旅行、初沖縄です。イエーイ、楽しみましょう。に到着いたしました。めっちゃ晴れてて今26度みたいです。ワクワク。これからユイレールに乗って那覇の方まで行って、泊まり港というところから、高速フェリーに乗って渡嘉敷まで行きます。ちょっともう暑いから早く荷物キャッチして、とりあえず半袖に着替えます。着いたしました。じゃあ去年と同じ場所から撮ろうかな。あ、改めまして小島かのこさんご一緒でございます。あと20分ぐらいで集合して、フェリーに乗って渡嘉敷にレッツゴーっていう感じです。その前に盛り上がってる、その前にそちらのローソンで飲んでいるので買い出しして行きたいと思います。もう最高な天気です。もう青空、半袖でお買い物しましょう。レッツゴー。かまりかのこが初沖縄なんだよね。何沖縄で見たいって食べれば食べようかな美味しそうだよ。これが美味しいな。これが大好き。かのこからいただいた、何これ、沖縄沖縄ぜんざい、ぜんざい、うん、いただきます。きなこ味、うん、めっちゃ美味しいよね、うん、めっちゃきのこ、え、おいしいね。ローソンで買えるのかね、うん、たまりこのローソンなかったからさ、そう、下からちょっとえぐってみて、どうぞ、うん、うん、美味しいよね、うん、うん、やばい、このお餅もいいね。いいよね、お餅。やばいかも、これちょっと本当に美味しい。いや、ローソンで買えるってすごいわ。これ美味しいわ。今、船に向かっています。もう間もなく船がそこにあるはず。から30分ちょっとくらいかな。
で、渡嘉敷に着きます。こんなに綺麗で天気も最高。ここから、あ、見えた。この色ついてるとこがサンゴ礁。でもサンゴもだいぶ減ってきているみたいです。だいぶなんかゴミとかあったから、明日からそれを頑張って拾っていきましょう。こちら渡嘉敷の海でございます。とりあえずこの一袋を埋まるまで頑張りたいと思ってるんですけど、マイクロプラスチックとかそれ以外にも結構いろんな大きいものが多分取れるので、頑張ってやっていきたいと思います。タノコよろしく。よろしくお願いします。